はい。産福祉士、資格合格チャンネルの講師のつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理士などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。はい。産福祉士、資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 2023年版社会福祉士資格合格講座試験対策テキストの16回目となります。え今日はですね、DSM と ICD、統合失調症その他ということでやっていきたいと思います。試験対策テキストの16回目です。DSM、ICD と統合失調症その他についてやっていきたいと思います。1番です。精神疾患の診断には、 アメリカ精神医学会 APA が作成した何が使われるでしょうか ?DSM ですね。精神疾患の診断統計マニュアルというものですね。では、同じく WHO が作成した何が使われるでしょうか ?ICD です。 および関連保険問題のの国際統計分類というものですね、えー、このですね、今言いました、アメリカ精神医学会 APA が、えー、作っている DSM と WHO が作成している ICD ですね。この二つがですね、精神疾患の診断について、まあ今のところ、えー、使われている、まあ、2大、まあ、大きな二つの、えー、統計診断マニュアル。 とか、統計分類となりますね。これ覚えておいてください。2番です。DSM、精神疾患の診断統計マニュアルは、1952年に初版の DSM1 が作成され、現在の最新版は何になるでしょうか ?2013 年出版の DSM5 ですね。DSM5 とも言いますがね、となります。 では、DSM5 では DSM4 で用いられた多軸診断システムを廃止し、何を導入したでしょうか多元的診断となります、えー。4まではですね、多軸診断システムだったのを、5になって多元的診断となったんですね。えちなみになんですが、この DSM5 とか DSM4 とかのね、表記なんですが、 えー、DSM の1から4まで、1から4までは、えー、なんていうんですかね、この、えー、ローマ字表記じゃなくて、こう、はい、古代ローマ数字というんですかね、なんですが、DSM5 から、えー、普通の数字の5とかなったんですね。ですから、これ、DSM4 はこの、えー、古代ローマ数字の4なんですが、DSM5 では、ただの、ま、数字の5となります。3番です。DSM5 では、後半性発達障害、 自閉症アスペルガー症候群を何に統合したでしょうか自閉スペクトラム症ですね。ASD です。に統合したということになります。では、精神障害と発達障害を何にまとめたでしょうか神経発達障害というものにまとめたんですね。DSM-5 でなんですが、 精神障害と発達障害を神経発達障害ということになったということですね。4番です。DSM-5 の利点を3つ答えましょう。はい、1つが診断の信頼性が高くなった。2つ目が診断過程の曖昧さが減少し、病歴聴取が促進されたということ。 三つ目が、鑑別診断が容易になったということですね。えー、この三つが DSM-5 の利点と言われております。ちょっとこれ頭に入れておいてくださいね。5番です。ICD、疾病及び関連保険問題の国際統計分類とはどんなものでしょうか異なる国や地域から異なる地点で集計された死亡や疾病のデータの 体系的な記録、分析、解釈、及び比較を行う分類のことなんですね。では、現在日本では何が使われているでしょうか ?ICD の10ですね。10番目となります。これが2003年版となりますのでね、結構もう昔、もう20年近く昔のものなんですが、現在の日本では ICD の10が使われています。6番です。 2018年、平成30年には、改定版の ICD-11 ですね、ICD-11 が公表されましたが、それは現在どうなっているでしょうか適用に向け検討中となっています。では、DSM や ICD では、精神障害を内因性、心因性などのように、原因によって分類するのではなく、何によって分類しているでしょうか 症状によって分類なんですね。まあえー、今のですね、DSM であったり ICD は症状によって、えー、精神障害を分類ですね。これも覚えておいてください。7番です。陽性症状、陰性症状などの特徴が見られる精神疾患でおよそ100人に1人弱がかかる疾患は何でしょうか統合失調症ですね。 100人に1人弱というところと、まあ、陰性症状、陽性症状が出るというのがポイントですね。だからですね、大体、ま、100人に1人弱なんで、えー、人口で1%弱ぐらいの方が統合失調症にかかるということですね。では、人生のどのような時期に統合失調症を発症することが多いでしょうか思春期から青年期となります。 男女差はないんですね。特に男が多いとか女の方が多いというのはありませんということです。8番です。統合失調症は DSM-5 では持続的な兆候が少なくともどれだけ存在し、他に何が存在することが診断基準となるでしょうか ?6 ヶ月間存在し、 妄想、幻覚、まとまりのない発語や行動、陰性症状のうち2つ以上が1ヶ月ほとんど常に存在することですね。これが診断基準となります。9番です。統合失調症では妄想や幻覚などのほかどういった症状も見られるでしょうか ?3 つ答えましょう。1つが思考過性と言います。 考えていることが聞こえてくるということ。それと、えー、作為体験ですね。誰かに操られてしまうといったようなもの。そして、えー、思考伝播というものですね。自分の考えが周囲に知れ渡っているというようなことですね。こういったこの三つですね。思考過い、作為体験、思考伝播というような症状も見られる。それが統合失調症となります。 10番です。DSM-5 の抑うつ障害の症状として主要なものを4つ答えましょう。ほとんど毎日の不眠、または睡眠型。精神運動精子著しい体重減少、あるいは増加。 活動における興味や喜びの著しい減退ですね。えー、この4つがですね、DMS5 でいう抑うつ障害の症状ですね。えー、これもまあちょっと覚えておいてくださいね。11番です。DSM5 では双極性障害及び双病の症状として挙げている主要なものを4つ答えましょう。 双、えー、極性障害というのは分かりますかね双、えー、打鬱病のことですね。う、えー、もあったり鬱の時もある。そういったものが双極性障害と言います。双病の方は、まあ、うだけの状態の病気の症状のことですね。主要なものを4つ答えましょう。はい、1つが関念法律と言います。次々に考えが湧いてきて思考が定まらないということ。2つ目が、 意動的気分ですね。起こりやすい。移動的というのが起こりやすいということですね。三つ目が、高揚して開放的な気分。四つ目が、異常で持続的な活動などが少なくとも一週間持続するということですね。えー、この四つ目なんですけれども、まあ、上の三つですね。関念法律や、意動的気分や、高揚して開放的な気分といった、 まあ普通ではない、まあ異常で持続的な活動が少なくとも一週間は持続するというものですね。これが、えー、双極性障害や双病の症状となります。12番です。単なる食欲や食行動の異常ではなく、体重に対する過度のこだわりがあることを、自己評価への体重、体型の過剰な影響が存在する障害を、 DSM5 では何と言うでしょうか接触障害ですね。13番です。接触障害は2つに分類されます。答えましょう。はい、1つが神経性痩せ症というもの、えー、神経性無食欲症と神経性食欲不振症と言われているものです。それと、 神経性過食症ですね。神経性退食症と言われているもの。まあ、神経性痩せ症と過食症ですね。この二つに分けられます。では、接触障害はどういった方に多い障害でしょうか思春期から青年期の女性に多い。 となります。まあ、これもですね、結構、あのー、試験に出やすいものなんでね、えー、思春期から青年期の女性に多い、それが接触障害となります。14番です。生死に関わるような実際の危険にあったり、死傷の現場を目撃したりするなどの体験によって、それが記憶に残って心の傷、トラウマとなり、何度も思い出されて、出来事についての反復的で苦痛な夢を見たり、 恐怖を感じ続けたりする障害を何と言うでしょうか心的外傷後ストレス障害、PTSD と言います。まあ最近よく聞く言葉ですよね。まあここにある通りですね。えー、まあ精神に関わるようなとか、えー、死傷の現場を目撃するなどといった結構ですね、まあ悲惨なというか、もう結構ショックな出来事を体験。 した場合にですね、それが、ま、記憶に残って心の傷、トラウマになるんですね。それを、ま、あその時の出来事を何度も何度も、こう、繰り返し、まあ、夢に見たりとかですね、え、それを思い出して恐怖を感じ続けてしまったりする障害を、心的外傷後ストレス障害、PTSD と言います。はい、えー、今回ですね、人体の構造と機能及び疾病の科目の DSM、ICD、統合失調症、その他、 について取り上げています。え、診断統計マニュアルや分類について1問1答で14問にしています。後半ではですね、統合調症や、えー、抑うつ、躁うつ、えー、相極性障害についてもですね、簡単に取り上げておりますのでね、かなり重要なところとなっております。試験でもですね、DSM とか ICD は 問われますのでね、要チェックしてください。はい、えー、何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。聞き流し、ながら聞きで OK ですのでね、えー、基本的なことはですね、やっぱり覚えないといけませんのでね、えー、今日のような DSM とか ICD のことはですね、もう丸覚えという形で、えー、覚えてもらったらいいかと思います。はい、えー、社会福祉の講義動画、まだまだ出していきますので、よろしくお願いします。以上です。